こんばんは、木本大輔の二流のプロフェッショナルです。変化の激しい現代社会で、これから我々はどうしていけばいいのか、立ち止まって時代人生を考える場を私木本大輔がお届けします。毎回ゲストを迎えして、知財の話からプライベートの話まで、リスナーの方々にも自分自身を振り返るきっかけになれば幸いです。今回もお付き合いどうぞよろしくお願いします。木本大輔の二流のプロフェッショナル。じゃあ続きまして、第2部を進めたいと思います。第2部はフリートークでございます。前回に引き続き神家さんとお話ししたいと思います。ということで、はい、神家さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で初回なんでね、もうフリートークがどんな展開なのか全く未知数なんですけれどどうしようかな。じゃあもうゲームの話にしようかな、やっぱり。ああ、そうします。いいですか、ゲームの話。神池さん、好きなゲームのジャンルって何ですか？ RPG とかシミュレーションとか。私はオープンワールドが。オープンワールドね。はい。で、タイトルで言うと。タイトルで言うと。これ、絶対やってくれってやつは。ホライズンシリーズ、ホライズンゼロドーンと、フォビドゥンウエスト。ホビドウエスト僕やったことないな。出ているので、あとはウィッチャー3。ウィッチャーね、ウィッチャーなんかね、僕スラックで多分神家さんだと思うけど勧められてちょっと始めたけど、はい、なんかちょっとチュートリアルっぽいの抜けるのが手間取って、そのうち忙しくなってコントローラーを離してあれは10時間ぐらい最初頑張んないと楽しいところまでいかないん。あ、そうなんだ。ちょっと辛いな、10時間って。いきなりやれることがでかす多すぎて、それを身につけるまでに10時間ぐらいかかるんですが、そこを抜けるともう抜け出せないっていう。ああ、なるほどね。あれがザ・オープンワールドみたいな感じ。オープンワールドの良さとかって何かあります？これ、先に言っとくと仕事の話みたいにつながっちゃうんですよ。いいですよ、いいですよ。大好きだよ、そういうの。ゲームと仕事を結びつけるのも大好物だ。オープンワールドゲットは、なんでもできる。空間を好きに動ける。はいはいはい、はい。どこに行くかとか、次何をやるかとかを、自分で決められる、うん。決めないといけないっていう状況でゲームを、うん、進めていく。まあ、ある程度このストーリーに沿っていくっていうのももちろんあるんですけど、でその中で、まあ、あらゆる移動とかをしてるとこう寄り道ポイントみたいなとかあったりして、うんうん、で、うん、それを寄り道してるとサブクエストが発生してみたいな感じで、やることがどんどん溜まってくる。このタスク、タスクって言っちゃいましたけど、クエストね、クエストをいかになんか効率よく、こういい感じにこなしていくか、消化していくかみたいな。でその過程で効率なの。そうですね、どういうルートでどういう収集アイテムをこう探して、みたいなこととかを考えながら、こう、まあ、けど自由みたいな、そこが楽しい。なるほどね。それは仕事とかでもなんか結構トゥードゥーリストを大活用するタイプなの？そうですね、まあ、基本タスクなるべく溜めないようにみたいな動きはしてるので、オープンワールドゲームでも発生したクエストはすぐに終わらせるみたいな。なるほど、なるほどね。あとは安易な受注をしないとかでしょ。だからそういうとこのドロップアイテムはまあこの流れからするとみたいな感じの。なのでなので仕事でもまあタスク溜まってくると、これをまあいかにスイッチコスト減らして、これをまとめて一気に終わらすかとか、そういうことを考えながらやるっていうのは、まあ楽しい。それもなんか仕事を楽しくやれてる要素かなっていう。いやもうそうだよね。だからやっぱゲームって本当よくこの前も喋ったけど、よくできてるし、なんかもう仕事がゲームのように捉まえると、なんか突如殴っても全然ダメージポイントないモンスターが現れることだってあるし
これバグってますよねみたいな。なんかでもなんかそういう人生だからそういうものなのかなっていう気はしますよね。オープンワールドもそうだけど、うん、なんか好きなところに行って、うん、特に普通に止まってるとミッションもクエストも発生せず、うん、ただまあなんか例えばお金を稼ぐだのなんか特許を取るだのっていうなんかそれっぽいこうルールだけが与えられていて、うん、ああお好きにどうぞって、うん、クラフターになってもどうぞいいですよみたいな。本当なんか自分が向いてるゲームを見つけそれそのジャンルに近い仕事の立ち回りをするっていうのが、うん、なんか仕事を楽しめる秘訣なのではって今ふっと思って、うんうんもうジャンキーじゃないですかそれは。なんか一個友達の例があるんですけど、うちの会社サイボーズのあの運用サービスのクラウドサービスの運用担当している人が、うん、あの同期でいるんですけど、うん、あの障害が起きたりするんですね。サーバーが落ちるとか、はい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 、そういうのの対応をするうん、メンバーで、うんうんまあ、かなり大変だしそこ の、あの、うん、リーダーをしている人がいるんですけど、うんうんうん、インベーダーゲームが好きだと落ちてくるものをひたすら撃ってこの敵をどんどん潰していく、はいはいはい、楽しい障害対応とかも、ね、それさあ同時に何個のバグが現れるんだいみたいな気持ちで面が進んでいくとね。確かに確かに、いやそうだよね。だから別に本当にだからそう、ね、逆にさあのこれはハマんなかったっていう神池的クソゲーの代表格は何ですか。そうですね、あそれで言うとただの RPG は全然やらないですね。ドラクエ、ドラクエとか FF もはい、うん、あれあの14はやったオンラインオープン、あやってないんですよね。結局 FF シリーズをもともとやってなかったっていうのもあって、うん、14も手は出さなかったんで。ああそうなんですね。なるほど、そっか。ただのやつはなんか理由だったり普通に流行ってはいるわけじゃないですか。はい、でまあ僕はねドラクエとか特に好きで全部やってるけど、まあ別にやったやったで面白いと思うんですけど、うん、そこはなんかあるんですか理由。なんかね、なんか楽しめなくなってくるんですよね。途中で飽きちゃうんですよね。ドラクエも一個何番かやったことあるんですけど、うん、途中でもうなんかいいかなっていう。まあドラクエはでもオープンワールドじゃないからね。あのそうですね、はい、うん、完全にストーリーに乗せるところで走り切るからねあれね。うん、DLC とかが来るまでは、うん、そっか。だからあまりあれなんだよ、縛られたくないんじゃない。なんかそうですね、世の中のしがらみにこのただのストーリーのレールのには乗れない、うん、なんか This is 自由人みたいなさ感じのなんかこうゲーム作る側ってたらちょっとハードル上がっちゃうけど、その要はあのクリエイト側へのなんか関心みたいなものってあったりするんですか。なんか要は人が引いた無限の世界を超えた先には自分が創造主になるっていう世界に行くじゃないですか。あまあでも経営者ってそういうものなのかな、知財塾の。そうですね、経営はまさにそんな感じかなと、うん、スタートアップを起業の創業メンバーもそうかもね。なんか、うん、ルールメーカーだもんね、うん、そうですね。だから、うん、業界的にはあの自分自身がそのものづくりクリエイティブみたいなあのところのスキルが全然ないので、まあ、そっち行かなかったっていうのもありますし、うんうん、なんかゲーム業界とか漫画業界とかに行っちゃうとちょっと趣味と近すぎて嫌だなっていう、うんうん、あーでもなんかそういう人たまにいるよね、うん、あの2人に1人とまではやらないけど、うん、自分の欲しいもの、僕うちの会社のエンジニアも1人行ってて、あの自分が欲しくないものを作る会社に行きたかったっていう、自分が買うものを作りたくなくて、あのそういうところ
を作ってる会社は受けなかったって言ってる人がいて、ああそういう発想なんだって。おお、なるほどね。まあ、そっか。でもなんか、結局、クリエイトしてるよね。クリエイティブとクリエイトの違いは何だかよくわからないが、結局作ってるよね。だって、あの、コミュニティを作るとかももう、ほぼゲームメーカーじゃないですか。あんな。そうですね。特に人、知財塾なんか特にだと思いますけどね。その、さっきの、あの、第一部でも出た、スマート IP と知財塾は全然違う会社だっていうところの本質が、あの、作ってるものと人の距離が全然違うっていうか、事実上人が客ですよね、うん、客って言ったらあれか一緒だけど、うんうん、なんか人を変容させたいものが人なのか作業なのかっていうのは大きく違う、うん、だからなんか人側は僕も人事やってる時思ったんですけど、マジでこう沼毛だってあの一度うまくいったルールがさ、あの次の日違う人間が入ったときにバランスが崩れてゲームバランスがそうなんすよね、うん、そうそう、それがだから知財塾だと業務委託側のサポートメンバーのバランスとあの顧客のバランスがあって、うん、もうなんか多次元方程式を同時に解くみたいな、はい、うん、いやだからやっぱりそういうこうゲームを楽しむゲームの趣味思考がなんか生き方に現れてる感じがしますよね。無理やりつなげてしまうかもけど、うん、なんかゲームの思考変わりました？その知財塾始めてとか、あーゲームじゃなくてもいいんですけど、なんかその自分の趣味思考というかプライベートな感じの過ごし方とかなんか変わったなとかって、いやー変わったでないですね。前から好きなものは今でも好きですし、特になんか初めてなんか変わったこと、あーそれで言うとですね、あの知財塾の中にあのそのコミュニティでゲーム部とか漫画部とかあるね、あって、うん、そこで、うん、あの、うん、私より詳しい人たちとかが、うん、これおすすめですとか、うん、言ってくれることによって、うん、あの今まで自分が見てなかった漫画とかを、うん、あの読む機会が増えました、うん、あそれさオープンワールドの話してるよねあれ突然さ寄り道してたらクエストが発生してる話してないだってそれうん、オンラインのオープンワールドゲーの話してたよ今あれそうか、やっぱなんかこの人が言うんだったら読んでみようみたいなのってあるんじゃないですか、うん、だからそれだから隣のギルド長の話してるよね僕さそれは木本大輔の二流のプロフェッショナル、いやでもなんかそうあそこすごいよね。だからね、そのチャリ部はチャリ部で、あのチャリはチャリであの回ってますけど、うん、僕もゲーム漫画入ってるけど、うん、もうなんか発言する気が起きないぐらいになんかここは盛り上がってるでしょだって僕はまだつけ焼き場なんで、あのこっそり買ったりとかね、うん、あのするってやってますけど、いやもうなんか沼だなって。でもああいう盛り上がりがあるっていうのはそれに成熟のレールを、まあ、走り始めたという相手言いますけれども、うん、で僕がコミュニティにすべきだみたいななんか好き勝手言ってた時から比べると上池さんが楽しいオンライン、あのオープンワールドが形成されつつあるんじゃないですかね。そうですね、うん、私は本当楽しくあの知財塾の運営ができているので本当にありがたい限りです。今あれスラック何人ぐらいいんのあれ。今130ぐらい。そんなにいるんだ。うん。ああ。まあ、アクティブな方が全然いい。何の周りかっていうのはあるけれども。そうですね。うん。結構これからも、あの、同じぐらいのペースで、あの、ゼミ生募集みたいなのもやるんですか？そうですね。開講の頻度は変えずに。うん。とは考えているので、うん、
あ、今171でした。あ、すごいな。結構な数ですね。なんか、あの、新しい趣味とか、だってさっきの飽きる話とまたちょっとあれでしょ、矛盾してるじゃないですか、言葉尻だけ取ると。飽きやすいのに、なんか好きなゲームは変わらないっていうのは、なんか、まあ、ま、漫画とかもそうだと思うんだけど、なんかその飽きる飽きないのなんか、カットがどっかにありそうな感じがしましたけどね、話を聞いてると。それで言うと、やっぱりゲーム自体とか、まあ、その一つのジャンル自体に飽きるとかいうのはない。うんうん、なるほどね。それはなんか仕事に飽きてないのと同じで、仕事の、あの職種とか場所、会社とかは変えるにしても仕事自体は飽きてないみたいなのと同じだと思います。うんうん、今のその仕事自体に飽きてないっていうのはなかなかパワーワードだよパワーワードだと思うよ。なんか仕事って何ですかみたいな話になるよ、そんなこと言ってると上池さんにとって仕事とはみたいな。やばいな、あんまりこう意識高い発言みたいなのがこうバリキャリ発言みたいなのあんま好きじゃないんですけど、うん、大丈夫かな。なんかでもすごく高い意識でぶん殴られた気持ちで僕は聞いてましたよ、今の話は。もうなんか三段上からなんかボーンみたいな感じで拳を、うん、だから何なんだろうね。なんかその僕はどっちかっていうとゲーム行ったり漫画行ったりをぐるぐる回って、最近ガジェットとかって言い方してるけど、うん、まあなんか基本的にはぐるぐる回るタイプなんですけど、なんか上池さん、うん、さ、旗から見ててもそこのレベル視座ではあんまりぐるぐる回らずに、あの、うん、なんかこう一つ一つのグループの中で回してる感じがして、そこはちょっと僕と違う感じもしており、何なんですかね。なんかずっと少年時代からもそんな感じなんですか。あの好きなものは結構手を返しないお買いであるが好きは好きみたいな感じなの。あー、そうですかね。あー、どうなんだろうな。なんか昔ハマってたけど今やってないものとかってあるんですか。ありますあります。中学部活で言うと、中学バスケやって高校で空手やってたんですけど、空手、はい、どっちももうやってないですし、なんなら体を動かすのもう好きじゃないっていうくらいの、もう秋とかじゃなくて好きじゃないって言ったのなんで、でも当時は別にスポーツ嫌でやってたわけじゃん、スポーツ好きでやってたので、うん、あ、それで言うとあれかもしれないですね。突然仕事をやりたくなくなるかもしれないですね。ああ。てかまあ究極的には私はまあゲームとか漫画とかやってる方が、好きではあるので、仕事より、うん。うん。仕事しなくて良くなったら辞めるかもしれません。うん、ああ。なんかちょっとフリートークなのにすごい改めてさっきちょっと言いかけたんですけど、はい、仕事の定義って何ですか。仕事ゲームに劣る仕事とは仕事の定義は、価値の提供だと思う。誰かに対する何かしらの価値提供。ああ、第三者が介在するってことか。はい。上池さん以外の人がいて、その人に価値提供するのが仕事。はい。ああ。で、ゲームはもう完全に自分のためにやってる。はい、ただただ。やるだけ。なるほど。なるほどね。で、行き着く先はただやるだけの男になる。そういうことでしょ。だってさっきのせいでした。いや、なんか侍感あるな。なるほどね。まあでもなんかこう知財塾の人たちに今みたいな話とかしたらいいんじゃないの。なんかまあその知財塾のそのスタッフもそうだと思うんですけど。うん、なんかその上池さんと人となりみたいなものって、まあ、極論言うと例えばね、上池さんが別の人に変わったらそれはもうもはや別の会社じゃないですか。名前看板が一緒なだけで、だからなんかそういう話をもっともっと方々で、うん、それこそ5段6段上からマウント取るようにやったらいいんじゃないかと僕は思いますけどね、うん、ねえ、だって飲み会とかでもさ、そういう話はあんまり
しないから僕は今日初めてその話を聞いてですよ、はい、飲み会でもそういう話をしないから僕だけが喋ってるこのラジオになってるわけじゃないか、そのさ、自分語りが苦手なので、こうやって引き出してもらえばいろいろ話せたなっていうのは今日はすごい良かったんですけど、なかなか飲み会の場とかで自分の価値観みたいなのを話すとかあんまり得意じゃないので、得意不得意で言ったら僕だって別に得意で言ってるわけじゃなくて、ただ声が喋りたいのが好きなだけで別に木本さんは得意ですよねみたいな、なんかこう資産みたいな言われてもねやめてほしいんですよ、僕だって別にマウントを取りたくて言ってるわけじゃない、もうマウントを取れって言ってる中間だからだけど、もうでもなんか立場ってものもあるんじゃないですかね、だからその、うん、なんか パーティーね、まあ、ドラクエで例えると勇者っていうこう主人公がいて、うん、弊社なんても主人公じゃないですか、うん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 、だから演じなければならない局面そうですかね、うん、あると思うよこれ見てみたいなっていうのも思うよね、髪の毛あの人どうしちゃったの、あんなマウント取って最近ちょっとツイッターのなんかと発言のさ、なんかテイスト変わったよねみたいな知財塾のアカウントだけどこれ髪毛さん書いてんじゃないのみたいな賢く生きる10のコツ、続きは続きは固定ツイートでみたいな賢く生きる10のコツってすごいな、もうさマウントを取るやつをさ小バカにした発言だよね、なんかそうか、でもなんかちょっとずつで変わってきてるんじゃないですか、だってあのね、そんななんか誰がのみだって経営者とか CXO をやるとかっていうのはマウントジェットはまた別だけど、嫌が応にも人前で自分を語ることをこう強制される仕事なんじゃないかと、僕はねやったことないから、でもそれでもなおチャレンジ精神でっていうのはなんかこう自分をね、今上池さんが自己分析したところが実はもうなんか精度が落ちていて、なんかいよいよその第二形態なのかわからない、なのかわからないですけど、OS アップデートが走っちゃってんじゃねえのってしますけどね、聞いててね、イメージと。まあ、あの立場によって、立場についたからこそ、あの身についた経験とか、うん、あの考え方とかはあるんと思ってる。でそれと一緒にこうなんか責任みたいな、特に知財塾もスマート IP も業界にを変えていくみたいな、業界良くするみたいな思想でやってるので、うん、そこでのなんか社会的な責任みたいなのは生まれてきてるだろうなっていうのは、うん、あの自覚は しないといけないんだろうなとは、それなんかさ、すごいさ、自覚をしてない領域を守り続けてる感じだよね、言葉知識がもうさ、いや、さすがにこれはちょっとマウント取らせていただきますけど、もう自覚しなきゃダメでしょうよ。知財のね、インフラ、人とね、そのタスク、両方ともインフラの会社じゃないですか。そうですね、ある意味でね、特許事務所とは違うから、はい、うん、それは胸を張って自覚すべきじゃないですか、マウンターとしてまあね、あからさまに取るのとまた違いますけどね、真面目に言うと。だけど、上池さんのキャラクターで、なんかこう、もうちょっとこう、出した方が。見てる側は楽しいですよねこいつマウント取り出したぞおお、そうそう、あれっつってどうしちゃったのって、でもそれぐらいの方が楽しくない、なんかさ、そのそう、だって上池さんが楽しければ知財塾が盛り上がるっていうのはそれはそういうロジックでしょ、はい、あの周りから見てて、はい、らしさを失っちゃいけないと思いますけどね、そうですね、うん、なんかもっと出してほしいなって思いますよ、はい、だってもうこんな距離感で話したのも初めてでしょ、だって僕だってもうね
あの最初に始めましてから3年とかやってるけど、ね、なかなかこんな。で、ね、結構ちょいちょいこう話す機会とか今までもありましたけど、ここまでなんか仕事感みたいな話したのは初ですね。うん、そうですよね。いつも僕やっかり喋らされてよ。それでこっそりさ。そうそう。言われてたけど、いや、そうそうですよね。だからやっぱ大事ですよね。そういうこう落ち着いて喋る場っていうのは。うん。うん、私上池さんみたいになんか若くして経営者もやって担当者もやって。ゲームをやってこれからマウントを取る人なんてなんか探してそうそういないんだから。じゃあちょっと自覚を持って頑張ります、うん、そうだよ、ま、今後も今後も精進しますのでご指導ご鞭撻のご鞭撻の話したいからまたそうやってさそのアンマウンターの方をさ守ろうとするんじゃない。まあまあ、というわけで、じゃあ、そろそろ時間ですけど、はい、最後、上池さん、なんか、これからの抱負というか、なんかこう、まあ、じゃあ、番組を通しての感想、ちょっと一言いただいて、締めたいなと思うんですけど、どうでしょうか、一部、二部通して。木本さんは、よく、こう、喋りが達者な方なので、こう、聞く側に回るってどういう感じで進むんだろうなというふうに思っていたんですが、なんかちょうどいいバランスで、木本さんの話も聞いてて面白いし、私も気持ちよく喋れるしっていう感じで時間が過ぎたので、これはなんかいろんな人にゲストに来てもらいたいなというふうに思いました。はい、それでまあ知財塾とかもまあ絡めつつ、いろんな人の良さをこう引き出すラジオになっていくといいなというふうに思ったので、木本さん引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、最後は社長からの業務指示みたいな。なかなかよくできたじゃないかみたいな。ありがとう。いや、木本から感想ですけど、まあ、なんか上池さんは一回りも若くて、でも一方で経験の、少なくとも加速度は僕なんかよりもずっと速くて、まあ、自分が30歳ぐらいの時に全然そんなことを考えてなかったんで、まあ、末恐ろしさと期待値も込みですごく頑張ってほしいなと思うし、上池さんもおっしゃってましたけれども、なんかやっぱりこう改めてこうやって付き合わせて喋るといろんな話が聞けるし、僕もいろんな話ができて、まあとても楽しい場だったんで、これからも上池社長の期待を裏切らないように、ラジオ頑張っていきたいなと思っております。木本大輔の二流のプロフェッショナル。それでは最後に次のゲストなんですけれども、この番組は、今回登壇いただいたゲストに次のゲストを紹介していただくいいとも形式でお送りしておりますということで、上池さん、次のゲストをご紹介いただけますでしょうか。はい、次のゲストは千田たまごさんです。千田たまごさん存じ上げてますよ。千田たまごさん、私たちよく存じ上げてますからね。ということで、第2回のゲストは、千田たまごさんにお迎えして、お送りしたいと思います。ということで、皆さんお付き合いいただきありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。